いや、私の名前は聖徳太子だ。違う、松尾芭蕉だ。どうしても松尾さんになっちゃうんだよね。今日作るメニューはな、じゃーん、イカだ。ペイ。うわー、なんか羽だ。このイカの中にな、私はあるものを入れようと思うんだ。たこ焼きを入れてみようと思うんだ。イカ焼きなのにたこ焼き。だってイカはさ、イカを焼けばただイカ焼きじゃん。でもたこ焼きは生地に中に入れてたこ焼きなんだよ。なんか変じゃない？だから私は思ったんだ。イカの中にたこ焼きを入れれば何が起きるだろうな。このたこ焼きをな、チタタプするぞ。チタタプチタタプ。できるならそのまま食べたかった。たこ焼きさん、たこもイカも一緒じゃん。たことイカの違いわからなかったんだもん私。普通にたこっぽかったんだけど。ああ、イカですか？たこでーす。イカ、イカ、あー、まな板がちっちゃい。いや、なんかちょっと芭蕉さんの声真似ちょっと難しいわ。やっぱどうしてでもマスオさんになる。うちなるマスオさんが暴れ出す。よし、たこ焼きちたたぶ完了だ。このたこ焼きを入れるぞ。なんか拷問みたいだな。うー、くるじーごろちてごろちて。まだいける。まだ奥の中にどっぷり入れよう。はい、こんな感じだったら、このたこ焼き入りイカ焼きを、うん、違う、どっちだ、どっちがどっちだわからんが、まあフライパンに投入。ポーン。うわわわわ、めっちゃ縮んでる、めっちゃ縮んでる、めっちゃ縮んでるから、お前そうさせるか。あっち、あと次の前だもん、ちょっとやこうか。はい。うわー、パン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 、めっちゃパンパンや、めっちゃパンパンや、お前。そして5分後、イカ焼きたこ焼きでーす。いくぞ。はい。おおー、すげー、ちょ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 、すごい、あ、溢れとる、溢れとる、すごい、おおお、すごいすごいすごい、溢れとる。なんこれ、なんこれ、なんこれ。こんな感じ。じゃあ、いただきます。うん、なんていう味なんだろう、これは。たこ焼きじゃないね、味が。ゲソの入ったお好み焼きの味する。別で食った方がうめえな。おたふく、おたふくをかけたら大体美味しいやつ。うまいけど別々で食った方がうまいな、これ絶対、うん、ていうかタコ感じねえ。タコどこだ。イカ焼きとタコ焼き食べても味一緒。はい、せっしょ。